はい、よろしくお願いします。今回は数三の数列の極限丸7無限等比数列についてお送りします。で、無限等比、これで3本目ですね。で、また前回とは全く違うタイプの問題を今回2問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の問題なんですが、まあ、特徴的なのはここですよね。まあ、こういう式が与えられてると。で、これを見たときに、あ、数列でやったなこれって思ってもらえると非常に助かる。助かるんですが、実はですね、数列でやった問題、これ変形します。今から両方とも。で、その変形方法は数列の時と全く一緒です。で、今回、もちろん解説をやっていくんですけど、ちょっと板書の関係で簡単に行きます。だから、その説明を受けても、もうちょっと詳しく聞きたいなっていう方は、今回、一番、この動画のね、一番最後に、左上と左下に、この1番と2番、それぞれの数列のところの解説の動画のリンク貼っておきますので、もしね、足りないなというか、もうちょっと詳しく聞きたいという方はね、そっちを見てみてください。じゃあ1番ね、行きましょう。で、1番の特徴は、an プラス1と an が入ってる、まあ、式が与えられてる。まあ、諸項もありますけどね。で、ここから変形していきます。で、どうやるかっていうと、an プラス1、an、この両方を x と置いて、まず一次方程式を解きます。こうやってね、両方とも x って置き換える。で、まあ、これ普通にね、移行して解いていくと、こうなるんで、ちょっと右行こうか。x イコール3と。まあ、こんな感じで、カッコしときましょうか。まあ、x イコール3が出てきましたと。だから、どう変形するかっていうと、an プラス1から今求めた数を引きます。引くのね。イコール、an にもともとくっついてた3分の1っていう係数を書いて、カッコの an もう一回出した数を引きます。これで変形終了です。これもう一回3分の1を分配して、これ持ってくるとちゃんと戻るからね。形に戻るんですけど、で、こうなりましたと。で、こっからね、なんだ、その数列の時は置き換えでやったんですよ。で、もちろん置き換えしなくても構わないです、ここに関しては。特に得意な方なんかはね。一応今回置き換えやっていきます。で、この an-3、ここを bn って置きましょうと。こう置く。置くと、ここはもちろん bn に変わるし、ここは bn プラス1に変わります。だから、bn プラス1イコール3分の 1bn っていうのが出てくる。等比数列ですね。で、bn に変わってるんで b1 諸項を求めたいと。で、b1 どうするかっていうと、今置いたこの式の n に1を入れれば、b1 イコール a1-3 です。こっちも n1 だからね。で、a1 は1って分かってるんで、1-3 でマイナス2と諸項も分かります。つまり、bn に関しては、諸項マイナス2、公比3分の1の等比数列ってことが分かるので、bn イコールマイナス2、諸項かける公比の n マイナス1乗と。これで一般項が出ましたと。ただ、今求めたいのは an です。こっちね。an 求めたいんで、この bn に戻します。で、an イコールに整理すれば、an イコール、今 bn だったこいつね。こいつ。で、マイナス3右辺に移行すればいいから、プラス3となって、これで一般項を求めることができましたと。だから、数列のところで勉強してた問題は、これで終了だったんだよね。一般項を求めろだから。でも今は、その一般項を求めた後に、リミットをかけろと。ここにね。で、あるので、じゃあこいつにリミットをかけますと。こうね。リミット AN 入るかな？大丈夫ね。an、こいつなんで、一応中括弧つけましょうか。マイナス2、3分の1、n マイナス1乗、プラス3と。こうね。で、ここ、公比、公比3分の1です。で、マイナス1から1の間に入ってるので、こいつは0に収束すると。まあ、前回までやりましたね。つまり、ここ0なんで、マイナス2かけてもここは0になると。つまり、残るのは3しか残らないから、結局こいつは、3に収束しますよと。ね、これで終了となります。極限がね。
だからやってることは、ほんと数列で勉強したことで一般項を求めなさい。ほとんど同じなの。ただ、その一歩先で、その一般項にリミットをかけたらどうなるのっていうのをやってるだけ。っていう感じです。いいかな。さあ、2番、板書入るでしょうか。ちょっとだいぶ左に詰めちゃってごめんね。で、2番の特徴は、初項と第2項が与えられてて、AN プラス2、プラス1、AN と、3つあるパターンですね。で、これの偏見をそこでやりましたが、これは、こいつを X2 乗、こいつを X、こいつを1ですね、と置き換えて解いていきます。同じように括弧しておきましょうか。X2 乗イコール、4分の1、括弧 X プラス1だから3か。こうなります。で、これ整理すると、まあ、全体4かけて、整理すると 4x2 乗マイナス x マイナス3イコール0とこうなります。で、こいつを因数分解しましょうか。マイナス1に持ってきたいので、マイナス1とプラス3かな。ごめん、ちょっと喉の調子まだ悪くてごめんね。合ってるかな ?3 と大丈夫だね。ってことで、x がマイナス4分の3と1と2つね、答えが出てきましたと。じゃあ、こいつを使ってやっていきましょうで。で、どうやっていくかっていうと、まあ、解き方2パターンあるんですけど、まあ、片方のね、その数列の動画の時では一番最後に確か付け足しでね、ちょっと解いた問題の解き方なんですけど、まずこの数字を使ってですね、プラス2から片方どっちか引きます。ちょっと今1引かせてください。1を引きましょう。イコール、残った答えを、ここに書いて、カッコ AN プラス1の、マイナス1か。ちょっと書き間違ったな。あ、間違った。俺、ごめん。普通に間違った。そう、書いてたらおかしいなと思って、ごめん。AN プラス2で、今1引きましたよね。1引いて、AN プラス1をつけるんだ。あ、ここに1がくっついてる感じね。イコール、で、マイナス4分の3、カッコ、AN プラス1で、同じように、まあ、1を引いたんで、1を引いて、AN がきます。だから、プラス2、プラス1、プラス1、N。っていうのは、これ固定で、使う数字がまず1を使うって言ったら、同じく1を引く。同じよね。で、残ったもう1個の答えがカッコの前にくっつくって感じです。で、これ、もう1パターンやるので、こっち書いておきましょう。プラス2は固定。で、今度はこっちを引くので、マイナスマイナス4分の3だから、プラス4分の3。で、AN プラス1は固定。イコール、一応書きましょうか。変な感じするけど、わかりやすいからね。1カッコ AN プラス1、プラス4分の3 AN。あとでは、まあ、ね、いいね。書いとこう、一応な。で、こうなりますと。まあ、2パターン書きました。組み合わせがね。で、それぞれ解いていきます。これを。で、こっちと同じように置き換えを使うんだったら、ここを BN って置きます。こっちだけ置き換えやっていこうか。AN プラス1マイナス AN イコール、BN と置きましょうと。そうすると、この部分はそのままね、BN プラス1になるので、BN プラス1イコール、マイナス4分の3 BN、ここね。となって、で、まあ、同じく初項です。初項は B1。イコール A2-A1 です。N に全部1入れるとね。で、A2-A1 は 1-0 だから、初項1と分かりますと。だから、初項1の項比マイナス4分の3のね、等比数列なんで、BN イコール、初項1だからいいか。括弧マイナス4分の3の N マイナス1乗とこうなりましたと。一応ここで置いときます。今これが、BN がこれね。いっか、でもずるいかけたしようと思ったけど、いいや。でも BN もう一回置き戻すと、今こうなりますね。BN もともとこれだったからね。書き直しましたと。ごめんね。まあ一回これで置いておきましょう。で、右側です。で、これも結局、ちょっとこっちはずるしていきましょう。ここが CN と置く。そうすると、ここが CN プラス1になります。で、同じように、だから CN プラス1イコール、まあ、1だからね、普通に CN ってこうなる。こう。で、初項を出すと C1 イコール
A2 プラス、これをね、CN って置いてるから、C1 イコール A2 たす4分の 3C、A1 ですね。でも A10 なんで、結構これも、初個1になります。いいかな？で、これはもう、公費1なんで、ずっと同じなんだよね、結局。つまり、CN。じゃ、書くかこれだったら CN。つまり CN は AN たす1、プラス4分の 3AN。こいつは、ちゃんとなんか、初項1の公費1の N-1 乗だから、つまり1の N 乗。だから1ね。結局。まあ、1ばっかりあれだけど。で、こうなりましたと。で、今何がしたかったかっていうと、2パターン置き換えて、それぞれ解きましたと、式を。で、これが消しちゃうかな。こいつと、こいつを使います。で、まあ、どっちから引いても構わないんですけど、まあ、2から1を引かせてください。ここで、2引く1をします。こいつからこいつを引く。そう、何が起こるかっていうと、これ、AN プラス1が消えるんですよ。下に書こうか。AN プラス1、こいつね。マイナス AN イコール、マイナス4分の3、N マイナス1乗と。で、引きましょうと。消えるんだよね。で、ここは4分の7。なまったね。AN。1、マイナス、マイナス4分の3。N マイナス1と、こうなります。で、全体を7分の4でかければ、左辺消えて、AN イコール、7分の4、中括弧1マイナス、マイナス4分の3の N マイナス1以上と、いう感じで、これで、一般項が求められましたと。そう。だから、これで数列残ったら終了なの。本当はね。でも、もう一歩先。リミットを求める必要があるので、まあ、リミット AN でいっか。ちょっとね、めんどくさかった。で、リミット AN。こいつリミットかけたと思ってください。ここの括弧の中、公費マイナス4分の3。これは、マイナス1から1の間に入ってるんで、こいつ0に収束です。0。だから、中括弧の中が 1-0 で1になるから、7分の 4×1 なので、結局、7分の4に収束。これで、終了となります。だから、この問題さ、ほとんど労力があれだよね。一般項を求めるほど終わりじゃねえかって話なんだけど、ほんとそれなの。その一歩先で、リミットかけたら、あ、こいつ消えんのね。はい、終了ね。みたいな感じで終了、終わりなんですけど。まあ、その部分が大事になりますので、まあ、最初にも言いましたけど、この動画の最後、この後でですね、左上と左下に、それぞれ、数列のとこで撮ったね、動画もありますので、まあ、ちょっとこれで不十分な感じがしたら、まあ、ね、もしよかったらそっちも見てみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。